こんにちは。山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。弊社は庄内地方のいらなくなったお車、乗らなくなった廃車、事故車、故障車、不動車、トラックなどの買い取りを強化しております。国内向け中古リサイクルパーツとしての価値、海外向け貿易用パーツとしての価値、金属相場などあらゆる角度から査定を行っておりますので、年式、走行距離などは問いません。もちろんお車の状態によっては、会社南側の買取掲示板の価格以上の査定見積もりにも申しております。最近の買取価格の一例では、ホンダエリシオン2004年式 RR1 を35,000円で買い取りさせていただきました。ありがとうございました。弊社5年に一度の自動車リサイクル法上の許可更新ということで、庄内総合市場の立ち入り監査が行われ、自動車の置き方や作業解体フローの確認・チェックが行われました。結果、特に問題がなかったということで、無事に解体業、破砕業の許可更新手続きが完了しそうです。これからもこの大自然に生かされていることに感謝し、山形の豊かな自然環境に配慮し、自然と調和する企業を目指し、未来に美しい地球を残すため、資源循環型社会づくりの一端を担うという環境方針のもと、皆様にお役に立てるような自動車リサイクル事業を行ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。